海戦翌年の1942年に日本政府が発行したオート戦争国庫再建。戦後のインフレーションによりほぼ無価値となった。オート戦争第1周年記念として日本官僚銀行が販売した戦時報告再建オート戦争は大日本帝国と中華民国、イギリスやアメリカ合衆国、オランダ、オーストラリアなどの連合国との間に発生した。 戦争に対する故障。当場内閣がシナ事変も含めて応答は戦争とすると閣議決定した。欧米諸国によるアジアの植民地を解放し、大東亜共栄圏を設立してアジアの自立を目指すという理念と構想をもとに始まったとする応答は戦争がアジアの植民地の創始国を中心に構成された連合国側にとっては都合が悪かったため、 戦後は GHQ によって戦時用語として使用が禁止され、太平洋戦争などの語が変わって用いられた。GHQ の指定は現在では執行しているが、1960年代頃から一種のタブー扱いとされ、メディアでの使用は控えられている。一方で、連合国軍の都合で一方的に使用が止められた応答は戦争の用語を用いるべきであるとする。 考えも存在し、歴史認識問題などでこの戦争の故障については、議論が多数なされている。1937年7月7日の六甲橋事件を発端とし、北歯事変が勃発。ここに大東亜戦争が開始された。第一次、この江内閣が、北歯派兵に関する政府声明を発表し、事件を北歯事変と名付け、今回の事件は、 中国側の計画的武力行使であり、大日本帝国はこれに対して自衛権を行使するために派兵するとした。8月に第2次上海事変が勃発するに及び、戦線は中止、そして中国大陸全土へと拡大し、日本と中国の全面戦争の様相を呈した。1941年12月8日、日本は海戦の象徴によって、 イギリスとアメリカの2国に対して、戦線復刻し、最初の作戦である、マレー作戦と、それと、ほぼ同時並行に行われた真珠湾攻撃を開始し、日本と英米との間に戦争が発生した。発生以前の検討の時期から発生駒もなくは、対中戦争、対英米戦争、対英ミーラン戦争、対英ミーラン小戦争など、 交戦相手の名を用いた戦争名が用いられていた。対オランダに関しては、1941年12月1日の午前会議で開戦を決定したものの、同月8日の米国及び英国に対する戦線の布告では戦線布告の対象から除かれており、1942年1月11日の対乱戦の開始及び翌日の戦線布告まで公式には、 太平洋ミイラン戦争とは呼んでいない。日本の政府及び軍部では、この戦争を正式にどう故障するかについて検討が開始された。12月10日の大本営政府連絡会議は、今時戦争の故障並みに、平戦時の分解時期に関する件を決定、シナ事兵をも含むめ、大東亜戦争と故障すとされた。会議では、海軍から太平洋戦争、太平洋戦争、 さらに、講和戦争などの案が出された。しかしこれらの案は、シナジ変を含めた場合や、ソビート連邦との交戦の可能性を考えると、適当ではないと反対された。結果、応答は戦争が採択された。12月12日の閣議において、本次戦争の故障並みに、平戦時の分解時期等につけてが、閣議決定された。この閣議決定の第一項で、 今時の対米戦争及び、今後情勢の推移に伴い非正規することある壁、戦争端な事変をも含む目、大東亜戦争と故障すと明記し、品事変と対米戦争を合わせた、戦争故障として、大東亜戦争が公式に決定した。また、平時、戦時の分解時期破章は16年12月8日午前1時30分とす、ともされた。 同日内閣情報局は、今時の対米衛戦は、シナ事変をも含め大東亜戦争と呼称す。大東亜戦争と呼称するは、大東亜新秩序建設を目的とする戦争なることを意味するものにして、戦争地域を、主として、王東亜のみに限定する意味にひずと発表され、戦争目的は、アジア諸国における、欧米の植民地支配の打倒を目指すものであると、規定した。 しかし、日本の戦争目的については、自尊自衛とする者、また、自尊自衛、応答は新秩序形成の日本盾、また、応答は新秩序形成のみが、戦争目的とする者の,の間で当時見解が分かれていた。当時大本営参謀であった、原志郎は、情報局の戦争目的発表について、情報局は何をちまよったかとの感想を持ったと述べている。 12月15日、時間会議で英国中心の語辞である極東を日本人が使うことは不明予思国として公文書で使用しないよう申し合わせを行った。情報局の発表は1943年11月の大東亜会議で再確認がなされている。1942年1月に大東亜戦争の故障を 低メタルに伴い深く法律中改正法律案を帝国議会に提出する際、内閣が作成した説明基準において、対米戦争とシナ事変のみならず、対乱戦、対ソ連戦も大東亜戦争に含むと確認された。その中で、本次勃発の対米戦のみをシナ事変と区別して大東亜戦争と称するものにひざるとし、 前年12月12日の閣議決定は、今後大東亜戦争、なる子賞を、要振る場合に破賞は16年12月8日前の、品事変をも包含するものなるの意を含む無、と説明された。2月17日には、法律第9号が閣議決定され、直名をもって、別段の定めを試したる場合を、直の外閣法律中品事変を、大東亜戦争に皆無として、 法律において、シナジ変の故障を、オートア戦争と改めるとされた。1938年、第一次、この絵内閣が発表したシナジ変の戦争目的を発表した、東ア新秩序声明では、オートアは使用されておらず、1940年7月26日の第二次、この絵内閣で、閣議決定された基本国策要項において、 大東亜の名称が初めて用いられたとされる。この中では、日満氏の強固なる結合を根幹とする大東亜の新秩序を建設するにありという文言がある。また8月1日には、松岡洋介外相が大東亜共栄圏という用語を初めて用いた談話を発表した。大東亜の地図松岡は大東亜共栄圏を従来東亜新秩序圏内視は、 東亜安定権と称せられていたものと同一であるとし、日本、満州、中国に加え、フランス領インドシナ、オランダ領東、インドも含めた範囲であると説明した。1942年2月28日の大本営政府連絡会議では、帝国領土下に新秩序を建設、スヘキ大東亜の地域を決定し、大東亜の地域を日満市及び、統計90度より、 統計180度までの間における難易10度以北の南方諸地域、その他の諸地域にぜき、て定派情勢の推移を指決定すと規定した。大本営参謀を務めた瀬島隆蔵は、大東亜の地域とは、おおむね、南はビルマイ島、北はバイカルコイ島の東アジアの大陸、並びにおおむね統計180度以西すなわち、 マーシャル軍島異性の西太平洋の海域を指すのであります。インド、豪州は含まれておりませんと記している。1945年8月のポツダム宣言受諾後も大東亜戦争の名称はしばらく使用され、11月24日には、しで原基重郎内閣が大東亜戦争調査会完成を交付した。しかし12月15日、 連合国軍最高司令官総司令部は日本政府に対する覚書国家新党、神社新党に対する政府の保障、支援、保全、監督並みに交付の廃止に関する件を発した。この中で応答は戦争及び発行一部などの国家新党、軍国主義、国家主義に緊密に関連する 言葉の使用を公文書において禁止することが指令された。これによって政府部内の大東亜戦争調査会などは戦争調査会と解消され関連法令にある大東亜戦争の語句もすべて戦争に置き換えられた。同年9月10日にはニュースハンプについての覚え書き9月19日にはプレスコードが発出されマスコミに対する GHQ の規制も強化された。 GHQ はさらに、プレスコードに基づく、検閲の要領に関する採測を発して、新聞、雑誌が GHQ の検閲を受けること、さらに、応答は戦争、応答は共栄権、発行一部、英霊のごと戦時用語の使用を避けるように指令した。12月7日には、朝日新聞が太平洋戦争の号初めて使用し、12月8日には、 新聞各紙が GHQ 民間情報教育局作成の太平洋戦争し真実なき軍国日本の崩壊の掲載を開始し、満州事変から太平洋戦争までを連続したものとみなし、日本の侵略と残虐行為を詳細に叙述し、他方で米軍の役割を強調するもので、東京裁判の一部軍国主義者による共同防御という見方と一致するものだった。 この連載は1946年3月に GHQ 民間情報教育局太平洋戦争史報典事件から無条件降伏までとして刊行し10万部が完売し GHQ 指導で学校教育でも奨励された NHK で真相はーだのラジオ放送も開始された GHQ は出版物についても検閲を行い応答は戦争表記の排除を図った まず占領政策の前期においては、あらゆる出版物が事前検閲を受け、応答は戦争はすべて太平洋戦争に書き換えられた。占領政策後期に入ると、事前検閲は事後検閲へ変更され、印刷、製本済みの出版物を占領軍が検閲し、応答は戦争その他占領軍に不都合な記述があれば発禁処分を行った。出版社は、 莫大な損害を被ることになるため、自主的に占領軍の検閲に触れるような文章を執筆する著者を敬遠し、占領軍の意向に沿わない本を出版しなくなった。江藤厚氏はこれを日本人の自己検閲と呼び、この構造が言論機関に定着するに従い検閲は占領軍によってではなく、日本人自身の手によって行われるようになったと主張している。 こうした経緯から、応答は戦争という用語が強制的に太平洋戦争に置き換えられていったとの批判がある。江戸敦氏は占領軍が日本軍の残虐行為と国家の罪を強調するために、言った宣伝政策について、ウォーギルトインフォメーションプログラムとしている。なお、1952年4月11日に交付された。 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する、九段の廃止に関する法律によって、GHQ の応答は戦争故障廃止覚書は執行している。GHQ の政策以降、現在に至るまで、日本政府は公的には、今時戦争、先の大戦、第二次世界大戦という故障を用いている。例えば、村山談話では、応答は戦争や、 太平洋戦争の用語はいずれも用いられず、先の大戦、過去の戦争、かぐる大戦、第二次世界大戦などが用いられた。ただし、公的機関の司書などで、応答は戦争の語を用いる場合もあり、1955年の内閣官房編纂内閣制度70年史では、応答は戦争の語を用い、衆議院、参議院共同編纂議会制度70年史では、 大東亜戦争、太平洋戦争の語を並列で用いた。外務省が1969年に発刊した外務省の100年では大東亜戦争の語を用いているが他の省庁の編纂物では用いられていない。ただし大蔵省百年史に序文を書いた福田武雄が大東亜戦争の語を用いている。百六十六年の戦死総書の際には本文には 応答は戦争やシナ事変の語を用いることもあるが、可能な限りかの表現に、宮内庁は、その後も戦争名を頭につけない表現を繰り返している、うちに定着した。特定の意図を持って戦争という言い方を避けている、わけではないと回答している。一方で、記者会見などでは、第二次世界大戦という言葉を用いることもある。 日本の法令では1946年、昭和20年直令第542号、ポツダム宣言の受諾に伴い批発する命令に関する権利規区国有財産法中改正等の権等により、法律や直令の文中に応答は戦争の故障を使用していた法令の文言は、今時の戦争と改められた。前年1945年11月30日の 第89回帝国議会、貴族院、昭和20年直令第542号特別委員会において、貴族院議員、村上恭一は、昭和17年法律第9号がある以上、大東亜戦争の開戦は、昭和12年ではないかと質問。松本常時国務大臣は、この法律によって、法律、直令の適用の範囲については、品事変と、大東亜戦争とは、 一体をなして区分すべからざる状態になったとしているが、シナ事変と大東亜戦争は関連において区別があると答弁している。なお、靖国神社はシナ事変と大東亜戦争を1941年12月8日で分けている。その後の1952年4月11日に交付されたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する。 普段の廃止に関する法律では、ポツダム宣言受諾によって発された法令について、別途法制化されない限り執行するとされ、日本政府は、直例第142号について、手続きを行わなかったため、同法は執行した。しかし、この後に制定された法令の条文などでも、大東亜戦争という言葉は使用されず、太平洋戦争あるいは、 今時の戦争という表現が使用されている。2006年の日本政府による公式見解では、1941年12月12日の閣議決定において、応答は戦争の故障について記載されているが、応答は戦争の定義を定める法令はないとされる。また、1945年12月15日付連合国総司令部覚書以降、一般に政府として、 公文書において、応答は戦争という用語を使用していない。他方、太平洋戦争という用語についても、在外交換等借入金の確認に関する法律等に使用されているが、太平洋戦争の定義を定める法令はなく、これに、日中戦争が含まれるか否かは、法令上定められておらず、政府として定義して用いている用語ではなく、また、応答は戦争と、 太平洋戦争は同一の戦争かについて回答することは困難とされた。戦後日本では、開戦時の戦争目的の不統一、GHQ の政策、歴史認識問題などによって日本が戦った戦争の故障について様々な議論と故障がある。なお、同一の戦争に対する故障が国家によって異なることは他国でもあるが、国内で故障が分かれている例は、 日本以外ではほとんど存在しないと言われる。この状況を、畑た彦,彦は1984年の昭和史を重装するにおいて、呼び名などどうでもよいという考え方もあろうが、名は体を表すで、著者の基本的歴史観を判定するのに、それが踏み絵の役割を果たしてきたことも事実だと指摘している。一般的に新聞、雑誌、図書では、 太平洋戦争の使用例が多く、1960年代以降、大東亜戦争の後は、タブー視される傾向がある。当時の宣伝画像、大東亜戦争故障を使用する立場や理由については、以下のように様々である。1953年、参謀本部作戦課長のハットリタクシロが、大東亜戦争前史を刊行、戦後初めて、大東亜戦争を刊した著作である。 哲学者の上山春平は中央公論1961年に1月号で発表した大東亜戦争の思想的意味において太平洋戦争は占領軍によって付与された米国側の味方としそのような考え方になれた日本人にショックを与えるため大東亜戦争を用いたと述べた百六十三年から百六十四年にかけて林ふ夫が 王桃は戦争肯定論を発表し、王桃は戦争は、撮影戦争や馬漢戦争、ペリー来港以来の西欧列強のアジア侵略に対抗して、日本がアジア解放を目的とした王桃は百年戦争の集大成だったという立場から使用された。上山春平は1964年に王桃は戦争の意味を刊行、王桃は戦争という呼称を、 タブーとみなす心情のうちに、太平洋戦争史観を鵜のみにする反面、大東亜戦争史観には一個だに与えようと、しないという二重の錯誤の根を認めたと当時、大東亜戦争故障を、タブー視する風潮を批判し、太平洋戦争、抗日戦争、帝国主義戦争をいずれも、政治的イデオロギーであるにもかかわらず、大東亜戦争のみ断罪するのはアンバランスであると、批判した。 ドナルド・キーンも1964年、論文、日本の作家と大東亜戦争を発表した。竹内義美は1964年の日本のアジア間で、日本の対外戦争のほとんど全部は、自衛の他に、東亜の安定を名目として行われた。その最大、かつ最終のものが大東亜戦争だった年、第二次世界大戦の一部だけに尽くされない、日本人がアジアを主体的に考え、 アジアの運命の打開を自分のプログラムに乗せて実行に移したという応答は戦争固有の性格があったとした。竹内は敗戦によって日本人はアジアを主体的に考えアジアの一員としてアジアに責任を負う姿勢を失ったとも述べた。また個人として時には国家の命令に背いてアジア解放運動に協力した日本人はビルマ、 インドネシアだけでなく、満州にもいたと指摘している。三島幸夫は、大東は戦争と呼ぶのが適切であるとし、大東は戦争でいいじゃないか。歴史的事実なんだから。太平洋戦争という人もあるが、私は絶対取らないね。日本の歴史にと、つては大東亜戦争だよ。戦争の名前くらい、自分の国がつけたものを使いつていいじゃないかという、意見を述べた。 1977年、元、大本営参謀、原志郎は、大東亜戦争は、日本の政府が正式に決定した名称であり、平和条約によって、GHQ 司令も執行したため、正式名称である、大東亜戦争は、当然復活すべきもので、歴史的に正確な表現と述べた。左派系とされる、歴史家、忍武三郎も1983年、 事前の策として、太平洋戦争の号便宜的に用いる家長や、歴史学研究会らは、大大、強打であると批判し、応答は戦争の使用が戦争の肯定支持を意味するわけではないとし、戦争の歴史的性質を最も的確に表現し、戦争の実態を最も広く追い得るものとして、応答は戦争を用いるべきとし、さらに東南アジア、インドの独立運動に及ぼした、 日本の積極的な役割などを踏まえれば、応答は新秩序を目的とする戦争という歴史的意味も含蓄していると述べた。松本健一は戦争の呼び名は歴史的であって後の時代にその呼び名を変えることによって歴史的性格を変えてしまうことは意味がない。歴史を否定するためにこそ歴史の歴史的把握が必要として応答は戦争を用いた。 忍屋後藤寛一、三輪の金太,太らは、大東亜戦争の名のもとに示された理念が建前であったにしても、その理念に自己のアイデンティティを求めた日本人が東南アジア各地に少なからず存在したということを挙げ、そうした人々を否定しないためにも、大東亜戦争の後をあえて用いるとしていた。1990年に中村明、大東亜戦争への道が刊行。 大東は戦争肯定論の立場に立たない、倉沢愛子は、大東は戦争の語を用いているが、この場合には、鍵括弧を付するなどしている。また松浦正隆は、大東亜戦争は、当時の公式名称であり、また、アジア主義との関連を強調するためにも、大東は戦争を使うべきとし、鍵括弧付きで使っている。王道は戦争の、王道はイデオロギーイベントは、無関係であり、 戦争の範囲を表す名称であるという立場である。中米大使や外務事務次官を務めた村田良平は村田良平回想録で王東和の大和英語に訳せばグレーター、すなわち東和のみでは、主として日中朝鮮モンゴルのみを指すことが多いので、より抗議の東、アジアを指すものであり、中国大陸、ビルマまでの戦いなども考えれば、米国の強制した、 太平洋戦争の方がおかしいと主張した。評論家の村上兵衛は、東アジアで行われた大きな戦争の意味で、オート戦争を用いるべきであるとした。原史郎も、戦争目的は、アジアの進出除建設ではなく、オートにおいて戦われる戦争であるから、オート戦争と呼ばれたのであり、GHQ が禁止したのは、オート戦争をもって、 大東は新秩序を建設する戦争と誤解したからで、あると回想している。失敗の本質は、戦場が太平洋地域にのみ限定されていなかったという意味で、大東は戦争の故障を用いる、としている。アメリカの歴史家、ジョン・ステファンは、日本国ハワイで、第二次世界大戦はあまりに広い範囲で、太平洋戦争はあまりに狭すぎるので不適切であるとし、 いささか決まり悪いものの、やはり、オート戦争という名称が、日本が、インド洋や太平洋、東アジア及び東南アジアで繰り広げようとした、戦争を最も正確に表現していると指摘している。アジア太平洋戦争を表した、岡部真紀夫は、オートを、地域名称であると読み書いてしまえば、アジア、太平洋戦争の提唱の趣旨と変わらなくなり、故障問題における、 対立の根拠は失われるかもしれないとしている。また防衛研究所の正治淳一郎は、イデオロギー性を否定した上での、大東亜戦争もしくは、アジア、太平洋戦争が適切ではないかとしている。西藤高は、忍の主張を批判した、大東亜戦争と太平洋戦争において、大の子は自らを誇示しようとしている子であり、地域名称であるとするならば、 東アジアでもいいとし、大東亜戦争の語は、占領軍の指令がなくとも、本来日本国民自身が否定すべきもの、タブーではなく、回避したい故障と主張した。太平洋戦争の故障そのものは1925年の太平洋戦争への道で、大東亜戦争は、日本側からの一般的故障であるとし、学術的にも、オーインザ・パシフィックの語が、 国際的に用いられていると説明している。その後も、小島城、太平洋戦争、家永三郎、太平洋戦争、林茂、日本の歴史25太平洋戦争などの著名な本の中で、太平洋戦争の語が使用され、完全に定着していった。日本新聞協会において、正式な戦争名が討議されたことはないが、朝日新聞、読売新聞、 毎日新聞、中日新聞では圧倒的に太平洋戦争の使用例が多く、図書や雑誌の見出しでも同様である。このような流れから1960年代にはすでに応東亜戦争の子がタブー視されるようになっていた。太平洋戦争の子自体は日米戦争を表すものとして戦前から使われており、戦争名討議の際にも海軍が提案している。 また、旧海軍軍人の中には戦後、日本にとって真の敵はアメリカであり、従って、オートアなどと無駄に戦意を拡張すべきでなかったとの反省から太平洋戦争と呼称すべきだと主張する人々が存在した。イギリスの歴史家、クリストファー・ソームは、日米戦争としての太平洋戦争について、戦争は日本とイギリスとの戦争であり、アメリカは、 イギリスとの関係から戦争に至ったため、太平洋戦争は不適切であるとしている。1931年の満州事変と1937年の六甲橋事件に始まる日中戦争を大東亜戦争と一体のものとみて、鶴見俊介が1956年に提唱した15年戦争という故障がある。ただし、 マルクス主義史学の歴史学研究会は1953年の太平洋戦争史では特に理由を説明していないが1973年の審判では応答は戦争は侵略戦争を美化したものとし、また太平洋戦争との呼称は日米間戦争を重視しているため適当ではなく15年間のアジアへの侵略戦争との認識から15年戦争を と呼ぶべきであるが、広く使われている言葉として、太平洋戦争の語を用いたとしている。同様に、家永三郎も1968年の太平洋戦争で15年戦争の立場を取っているが、一般に浸透した言葉として実用的検知から太平洋戦争を用いた。また家永三郎は、大東亜戦争の使用は断じて不可とした。その後、 家永は1970年に太平洋戦争も大東亜戦争も特定国の政治的立場が露骨に現れていてよくないと述べ、1985年には著書で15年戦争を用いた。このように太平洋戦争から15年戦争へと故障を変更したものにはマルクス主義などの進歩派が多い。ピーター・カルボコレッシー、ガイウィント、ジョンプリチャードは 15年戦争は、妙に正確のはっきりしないあだ名で、米国や英国では支持されそうもないと1989年の著書で批判している。1985年に、柳沢栄次郎は、日米戦争は、アジア勢力圏確立のための手段であったがため、アジア、太平洋戦争が、国際政治上は、最適とした。近年では、アジア、 太平洋戦争の子が用いられるケースが増加している。児童文学家の山中久しは、僕ら小国民シリーズにおいて、王東和戦争の子を用いていたが、これは、こちら側の戦争という同時代意識を表す、ためなどの理由からで、王東和戦争という用語に固執するのは、侵略戦争ではないと用語する、側の人たちが多いと考え、アジア、 太平洋戦争の語を用いるようになった。ピーター・カルボコレッシー、ガイウィンとジョン・プリチャードは、15年戦争は曖昧で、極東戦争は、地理的に、ヨーロッパ中心主義であり、対日戦争も、一方的であるため、王党は、太平洋戦争という故障を提案した、穂坂正康は、王党は戦争の語を用いないのは、前歴の否定であるとし、太平洋、 大東亜戦争の語を用いるべきとしている。その他の名称として、藤村道夫の昭和大戦や日米同盟によって日本が加担した朝鮮戦争、ベトナム戦争を含めて昭和40年戦争というものもある。読売新聞は満州事変から太平洋戦争までを昭和戦争と呼称するよう提唱したが、同志以外で使用されることは稀である。また、 中川八博は、大東亜戦争を日中戦争、太平洋戦争の8年とした、8年戦争という呼称を使用している。世界の英語圏、スペイン語圏では、1865年のチリペルート、スペインの戦争、1879年から1884年のチリとボリビアペルートの戦争が、太平洋戦争と呼ばれ、 日本の辞書等でも太平洋戦争として掲載されている。英語では、対日戦争はザ・パシフィック・ウォーと表記され、中南米の戦争とは区別されている。米英などの連合国においては、ザ・ウォー・イン・ザ・パシフィック、WW に、パシフィック・シアター、ザ・パシフィック・シアター・イン・ザ・セカンド・ワールド・ウォーなどと、第二次世界大戦の戦線名が用いられている。こうしたことから国際的に、 太平洋戦争故障は誤解を招くという指摘があり、イギリスの歴史家、クリストファー・ソーンも批判している。ソーンは極東戦争という故障を提唱し、日本が応答は戦争を故障したのは理解できるとしている。なお、イギリスでは AJP テイラーなども日本がアジアでの英国勢力を駆逐するために開戦し、結果としてイギリスは植民地を失い、敗北したため、 大東は戦争と称するのは構わない、ともしている。中華人民共和国や大韓民国においては、大東は戦争の後は、戦争や植民地支配を正当化するものとして批判されている。大日本帝国停戦賞及び日本の勢力下にあった各地で、大東は戦争を記念する切手やはがきが発行されている。日本では1942年12月8日に、 記念切手を発行しており、寄付金付記念切手は、新珠湾とバターン半島の戦場を描いたもので、あったが、切手の題名は、大東亜戦争第一周年記念と表記されており、開戦一周年目としていた。また1943年12月8日には2周年、記念はがきとして、大東亜戦争記念報告はがき第一週を発行しており、 ハニワの武人の額面付きの完成はがきの裏面にハワイ、香港、シンガポールの戦場を描いた図案で10銭の国防献金を含む30銭で販売した。また10銭の普通切手として応答は共栄圏の地図を描く図案のものを発行している。また、日本の勢力下にあった満州国では1942年に中国語で、講和はこの日より、 高和寺記述とのかすり切手を発行したほか、フィリピン第二共和国でも同様に発行された。また1943年には、毛古連合自治政府が日本製の大東亜戦争2周年記念切手2種を発行している。ありがとうございます。